はい、どうも、正攻法で負けないパチンコ、ブログ管理人ののりまるです。先日ね、これ、ライジンマンですね。アナログのパチンコ、カイジの沼、ね、漫画でおなじみのカイジの沼、さながらのね、三段クルーを搭載した、非常にね、趣のある楽しい機械を取り上げた記事ですけれども、ね、先日は、初打ちでね、ざっくりと、イメージから、まあ、大当たりのパターンができることですね。これを、まあ、つらつらとお伝えしていたんですけども、先週かな、導入からおそらく1週間ぐらい経った状況ですけれども、各地からね、いろんなコメントをいただいたり、まあ、ネットで、見聞きした情報だったりとか、というのを総合すると、やはりね、一部の地域では超お祭りの様相があって、例えばね、1台で、2日間で19万発、あ、違う、1日ですね、1日で19万発が吐き出した台があったりとか、19万発ですよ。まあ、ほとんど右肩上がりですよね。だったりとか、寝台初日で、1島、なんだ、10台とか20台とか、そういった島の台で、平均さらばが4万発とか、3万発とか4万発とか5万発とか、ものすごいデラマを吐き出しているような、そういった状況もあるんですよね。これはこのアナログ機種の特徴というか、もう跳ね物等でもそうなんですけども、こういう、アナログ色の強い台というのは、一般の電子バスと違って、こう大当たり確率が台ごとに異なるっていうのが、一つ大きな特徴ですよね。特にこう三段クルーを搭載しているような機種っていうのは、この V 入賞率に大きな個体差があって、それを、まあ、店側の調整でね、ある程度、まあ、出すも出さないも、まあ、意図的に操作できると。いったのが、まあ、かなり大きい特徴で、そういったお祭り調整が、まあ、期待できるというところで、まあ、パチプロさんだったりね、まあ、昔からアナログを追いかけてる人だったり、新装回転、というところに目をつけている人だったり、ということが結構、まあ、動いている機種でもあるわけですけれども、まあ、先日も、ね、お伝えしていた通り、これですね、まあ、少し前に登場した機種、まあ、天竜という機種、まあ、かなり、ね、今回のライジンマンに、まあ、告知している機種ではあったんですけども、三段クルーでね、これ今ね、傾きを含め、デラボ調整っていうのを、もう店舗側でかなりシビアに調整できるっていう現状があるんですよね。これはメーカー側から推奨ゲージ、推奨の傾きみたいなのが、おそらく、店舗側に、告知されていて、まあ、このぐらいであれば、このぐらいのデラボになりますよと。まあ、このぐらいの傾きであれば、まあ、回収できますよと。それがね、結構しっかりと調整できるっていう印象なんですよね。なんで、これパチンコの機械なんですけども、まあ、自分の印象としては、スロットの設定のようなね、そんなイメージがかなり強い機種です。なので、この機械を出せるお店っていうのが非常に限られてるんですよね。一昔前は、こういった機種っていうのは、設置されれば、その設置側のお店側の知識量によって、例えば商台数1台導入、2台導入、3台導入のような店舗だったとしても、調整ミスのようなものが起こって、そこからものすごいデラマが吐き出すような台っていうのも、数多くのお店で確認できたりしたわけなんですけども、今の時代背景というか、情報社会、このインターネットが普及した中で、そういう、商台数店舗でのデラマの放出っていうのが、まあ、かなり、厳しい状況っていうのが、まあ、これはまあ今の時代背景として、まあ、仕方のない現実なんじゃないのかなと。いったところはね、まあ、先日もお伝えしていたところです。なので、こういった機種を追いかけるのであれば、まあ、天竜の記事でも書きましたけども、
過去にね、こういった機種で、そういうお祭り調整があったお店だったりとか、もうそもそもプロがいるお店だったりとか、もう店の雰囲気として異様に盛り上がってるという状況があったりとか、導入前からかなりの煽りがあって、例えば店舗の装飾だったり、で、この機種を、まあ、異常に推してる状況があったりとか、メールだったり、LINE アップだったり、今ね、SNS だったり、そういったところで、ある程度告知があって、ライジンマンを推してるとか、そういった店舗があれば、そういった異常な出る場も、まあ、期待できる状況があるのかなと。それはもちろんなんですけども、出玉を吐き出し続ける、調整にし続けるっていうことは、お店側にとってもメリットがないわけで。なぜこの機種をじゃあ出すのか。新装回転でそういったお祭り調整を出すのか。っていうところを考えれば、今はね、そのイベント規制っていうのがあって、出ます、出せます、取らせます。この機種出せますよ。もうすごい調整ですよ。いいですよ。皆さん打ってください。っていうことは一切言えないんですよね。一切言えないんですけれども、店側の、まあ、唯一の告知ポイントとして、新装回転、っていうのが、告知できると。で、お客側は何を見て、お店の良し悪しを判断するのか、というと、今も昔も出玉なんですよね。もう出玉ありき。もう大量出玉。これが一番のセールスポイントになると。で、こういったアナログ機種っていうのは、良い調整にすることで、さっきも言いましたけどね、もう10万発とか、まあ5万発とかね、そういった出玉を吐き出すことができる機械なので、非常にこう、インパクトが強いと。もう一昔前はね、それこそ、まあ、CR 機、聡明機とかね、大工の源さんとか、花満開とか、出玉に囲まれてね、こう、ものすごい、ドル箱タワーができているような、状況っていうのが、夕方のお店に行けばね、もういくらでも見ることができたような状況はあると思うんですけども、今どんなパチンコ店でもね、日中の平日なんて言ったら閑散とした状況が続いていて、パッと見て、この店で打ちたいなって思わないですよね。でそれを、まあ、どうしたいかっていうと、まあ、異常な出玉を見せつけることで、なんだこれすげえぞと。パチンコすげえじゃねえかと。まだ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 やれんじゃねえか、みたいなのね。お客さん側に周知させる。っていうのは一番の目的で、そこに対してね、例えば10万発吐き出したとしても、まあ、値段は40万円じゃないですか。40万円の結局広告費を払ってるってことですよね。それで、まあ、後の、稼働を、後にね、その店で、打ってもらって、結局のところは、稼働を取ることでお店側が儲かると、後々にね、そのための広告費を払ってるっていうことですよね。うん、なんでその異常な値玉っていうのは、すごくいい、一番いい、宣伝効果になると。だからこそ、そういったものを、異常な出玉を作ると。言ったのが、こういう機械で、良い調整を作る意味ですよね。したらもうその広告費すら打てないお店っていうのもあるわけで、そういったお店っていうのを、お店の情報を集めるっていうのがね、今も昔も必要な、ある意味ね、パチンコで一番必要な、スキルですよね。情報収集スキル。特に今の時代はね、情報社会の中で、あっという間にね、その、勝てる情報だったり、いい情報っていうのが広まってしまうわけなんで、いち早く、そういった情報、まあ、嗅覚とかね、目利きとかっていう、まあ、違う言い方できると思うんですけども、まあ、そういった力をつけるっていうことが、こういった機会でもね、まあ、ものすごい挑戦にありつける、秘訣なんじゃないのかというふうには思います。で今日はね、まあ、ざっくりとなんですけども、やはりこのアナログ、機種、アナログの、要素が強いというところ、この三段クルーですよね。もちろん他の要素はいっぱいあるんですけども、最終的にこの機械の出玉を
こう決定づけるのは、この三段クルーム。今これ、一番三段目のクルームですけども、まあ、ここの玉の動き、ここでまあいかにしてこの V の穴に認証させるか。これがもう、一番重要な部分なんですよね。で、その入賞率に大きい設定差があると。大きい調整差があるというところ。じゃあその調整差を見抜く手段はあるのかないのかというところなんですけども、まあ、実際問題あるんですよね。目視でも確認できる部分はあると。もちろん1段目、2段目、3段目に関しても同じことが言えるんですけども、まあ、3段目の動きはね、これクルーンが非常に大きくて、こう、回転をこうじっくりと眺めることができるんですよね。なので、まあ、3段目のクルーンを見るのが一番わかりやすいとは思います。で、この機種の黄金パターンなんですけども、天竜の場合はね、こう、上に、こう、3段、下が V で、上2つが外れ穴っていう状況だったんで、で、これ右が、こうね、右回りにこう、球が回ってきてるっていう状況だったんですよね。で、この機械は逆に奥に、V があるので、実際のちょっと V 入賞パターンがちょっと違うんですけども、仕組みは同じということです。天竜の場合は、黄金パターンっていうのが、最終的にこの右の穴に絡んで、くるんって言ってこの V に入るね。そういったパターンがね、かなり多かった。まあ、黄金パターンだったとは思うんですけども、この、まあ、ライジンマンに関しても、この左の穴ですよね。ここに、かすめて V に入るっていうのが、まあ、おそらく一番の黄金パターンなんですよね。もちろんね、これ広いクルーンなんで、いろんなとこから入る。まあ、右に絡んで、左に絡んで V に絡むとかね。いろんなパターンがあるわけなんですけども、もう一番の黄金パターン。それは、この左に絡んでから V に入るっていう、おそらくそのパターンなんですよね。で、その軌道を描くのに、どういう球筋で、動いていくのかっていうと、結局のところ、V 穴に入るためには、台がこう、奥に傾いている必要があるっていうところですよね。これがまあ強ければ強いほど結局、ここに球が集まりやすいと。で、奥に球が集まりやすいっていうのはどういう状況なのかっていうと、こう、球がある程度ね、いろんな軌道を描いて、最終的に安定してきた軌道が、こうね、縦長の軌道を描いて、最終的にこの左に絡んで V に行くっていうのが、おそらくこの機種の黄金パターンなんですよね。もしかしたら自分がね、知り得ない、ものすごい役物の台があって、もうとにかくどんな球でもね、もうこの V に絡んでくるみたいな、そういった台もあるかもしれませんけども、まあ、一番の黄金パターンとすると、おそらく、まあ、最初はね、こうぐるーっと大回りをしていて、まあ、いろんな軌道を描いていくんですけども、最終的に、こう縦長の軌道になって、最後にこう左の穴をかすめてから V に飛び込むっていう、まあ、こういった軌道を描くのが、おそらくこの機種の、まあ、V 入賞率が高い台なわけで、それをね、例えば、まあ、事前中に確認できたり、残念ながら、V に入んなかったけども、この左側をかすめて、V に行くようなね、そういった軌道を描くような台があれば、そうではない台と比べて、勝ちやすい台ではなるので、台選びの参考に、するのはいいんじゃないのかなというふうに思います。まあ、ただしですけども、こういう機会、もう繰り返しお伝えしている通り、おそらく今回も非常に短命な機会です。非常に面白くて趣のある機会なんですけども、残念ながら、この機械が、例えば3年間、今のね、パチンコ台、まあ、スロットも含めてですけども、機種の寿命、最大3年なんですよね。まあ、そこから一応再認定、プラス3年かな、として、まあ、6年間、設置することが可能な、現状もあるんですけども、おそらくこの機械は、発売台数も少ないですよね。全国で3000台だったかな、5000台だったかな。まあ、台数も少ないっていう状況もあったりとか、扱える店舗が、限られていると。これはもう理由はね、もう繰り返しお伝えしている通りです。というところ、いろんな情報、状況を加味すると、
おそらく非常に短命なので、もし打つのであれば、もうそのクルーンの動き、云々以前に、出せるお店に行く、出てるお店に行く、盛り上がってるお店に行く、もうこれしかないです。で、自分はね、まあ、こういった機会こそ、まあ、低下しで、もうバカみたいな値段を出して、でも、まあ、店側の損害は大したことないと。お客さん側の身入りも大したことないと。例えば、期待値レベルで言ったら、まあ、5000円とかね。まあ、1日粘ってもそのぐらいの値段になるような、台を設置して、もうバンバン出してもらって、そのパチンコの楽しさを味わってもらう。っていうのが、まあ、こういった機会のね、まあ、一番のいい扱い方だとは思うんですけども、まあ、それはね、こういった機会を扱うのはもう店舗側の調整次第なわけで、店舗側の意気込み次第なわけで、まあ、それを、そういった情報を加味すると、招待数店舗っていうのはどうしても厳しい調整っていうのが、まあ、現実で、逆にこう、大量デラボを設置する、大量デラボを作ってくれるお店っていうのは余力があって、台数が多い。で、過去に、こういった機種を、まあ、うまく扱ったというか、広告宣伝として、バカみたいなデラボを出している、お店が、状況があったとか、そういったものがないと、こういった機会で、結局ね、部位に入んないと楽しくないですよね。当たり前ですけど。ダメな場合っていうのは、もう部位に入んないわけですよ。バンバン飛び込んで、クルーン回って、あ、楽しいな。普通のパチンコよりね、まあ、楽しいなっていうのはすぐわかるんですけども、なかなか当たんない。当たんないと楽しくない。これ当たり前なんですけどね。で、楽しむためには、まあ、そういういいお店、いい調整のお店に行くしかない。これは現実なので、もしね、こういった機種で、まあ、楽しみたい、遊びたい、っていう思いがある方はね、そういうお店に行くと。もしそういうお店が近所にないのであれば、まあ、残念ながら諦めるのがいいんじゃないのかなというふうには思います。いずれね、こういった機種も、例えば1パチ等に設置されて、今自分が言ったようなね、環境になる可能性も、まあ、ゼロではない。また後々、こういう趣のある台が、また、おそらく出てくるとは思うんですけども、そういった機会がね、大量データも吐き出しても、店側の損害がそこまでないようなね、機種。まあ、なかなか難しいでしょうけども、まあ、そういった機種があれば、非常にね、楽しいパチンコ環境っていうのは、まあ、できるかもしれないので、まあ、そういった環境を期待しつつ、増したいかなというふうには思います。まあ、自分はね、先日一回実践しただけで、おそらくこの機種を打つことはもうありません。理由はね、ちょっとそういう調整を行ってくれる、値段が期待できるような店にちょっと遠征する時間は今ちょっと取れないので、まあ、残念ながらまあ楽しい機会なんですけども、まあ、楽しい状況っていうのは、どっか誰かがね、ツイートしてくれる情報だったり、まあ、送ってくれる情報だったりね、あ、すげえなと。あ、まだまだパチンコすればもんじゃないなと。あ、そういうふうな、まあ、妄想で、終わろうかなというふうには思ってます。そのところですかね。非常に楽しい機会なんでね、ぜひね、一回は触って、もらいたいなとは思うんですけども、まあ、今言ったようにね、勝つためには、足を使ってお店を探す、出てるお店に行く、っていうことしかできないので、まあ、それを踏まえてね、こういった機種と、付き合っていってもらったらいいかなというふうには思います。はい、長くなりましたけども、今回の話は以上です。それではまた更新します。今日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。